ヘルマン・アーベントロート、ヘルマン・パウル・マクシミリアン・アーベントロート、ヘルマン・ポール・マクシミリアン・アビンドロース、1883年1月19日から1956年5月29日はヨーロッパで活躍したドイツの指揮者、楽譜、作曲家の意図に対し忠実ながらも、時に激しく劇的な表現を見せ、幅広い層のファンに支持された。 フランクフルトアムマインの大きな書籍賞を営む家に生まれ7歳からバイオリンを始める。ミュンヘンで書籍賞向けコースに進学。友人に芸術サークルへ誘われ、イム管弦楽団、ゲンミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団で演奏したりする中で指揮者を志し、書籍賞を継がせるつもりであった父親の許可を得て音楽の勉強を始める。1900年から ミュンヘン音楽院、ゲンミュンヘン音楽、演劇大学で、フェリックス・モットルに指揮法を、ルートビヒトイレに学理と作曲を、ピアノを、アンナ・ランゲンハム・ヒルツェルに指示した。1905年から、リューベック市で、プロの指揮者としてスタートする。この時期、後に妻となった、エリーザベト・バルターと出会う。なお、アーベント・ロートの後任は、ビルヘルム・フルト・ベングラーであった。 1911年から1914年までエッセン氏の音楽監督を務めた。1914年にフリッツ・シュタインバッハの職務を引き継いでケルン音楽院の院長となり、1915年から1934年までケルン・ユルツェニヒ管弦楽団を指揮。1918年にケルン氏の音楽監督に就任。1919年教授になる。 当時のケルン市長だったコンラート・アデナウアーから要請を受け、バルター・ブラウンフェルスと協力し、ケルン音楽院をケルン音楽学とするのに協力。1922年からはベルリン国立歌劇場でも指揮し始める。1931年から1932年まで、ボンシカン弦楽団を指揮した。ケルン市の音楽監督であった頃から外国への演奏旅行をよく行っており、 ソビート連邦、ソ連では、モスクワやレニングラード、ケンサンクトペテルブルクで指揮した。1926年から1937年まで、ロンドン公共楽団を指揮、この時期に制作されたヨハネス・ブラームスの公共局第1番、第4番の録音は現在でも評価が高く、ブラームス研究の専門家なども注目している。パリへも、よく客演しているが、第二次世界大戦中に、 パリ音楽院還元楽団を指揮したとき、アルフレッド・コルトーやジネット・ヌブーと、ルュート・ビヒバン・ベートーベンの作品で共演していい。ケルンを中心に活動していた頃から客演していた、オランダでは、アムステルダム・コンセルト・ヘボー還元楽団も指揮し、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ベートーベン、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン、グスタフ・マーラーや、マックス・レーガーなどの作品を指揮した。戦後に、 ソ連やフランスをドイツ人識者として最初に訪れたのもアーベントロートである。1934年1月、ナチスドイツよりナチスの政策に非協力的であること、ソ連に好意的であること、ユダヤ人社会並びにユダヤ人とその文化に好意的であることなどの理由からケルン音楽大学学長などの職務を解任され、公職追放された。 同年、保守派のリベラル政治家、カール・ゲルデラーが市長をしていたライプツヒに移住、ブルーノ・ワルターが亡命して空席となっていたライプツヒ・ヒゲバントハウス管言ラン上認識者に就任し終戦まで務めた。しかし1937年にはこの職の保持と引き換えにナチスへの入党を余儀なくされる。それでもアーベントロート自身は入党に本意ではなかったことから、 当大会に一度も参加しなかった。1943年と1944年のバイロイト音楽祭では、ニュルンベルクのマイスタージンガーを指揮した。1945年末に、ゲバントハウス管弦楽団を退任し、翌1946年より、バイマル音楽大学学長並びに、リスト博物館館長に就任した。また、バイマル国立管弦楽団やバイマル、 国立歌劇場も指揮する。ナチス時代に禁じられていたフェリックス・メンデルス・ゾーンや、マーラー、パウルヒン・デミットラの作品を再びレパートリーに載せる。チューリン原ンから1946年、数密古門館の称号を与えられている。1949年より、ライプツヒでの指揮活動を再開し、ライプツヒ放送公共楽団主席指揮者に、1953年からは、 ベルリン放送公共楽団主席指揮者に就任した。1949年8月25日ドイツ民主共和国東ドイツから国家賞を授与され、1952年にはベルリンのドイツ芸術委員会員になった。戦後は東ドイツに泊まったが、西ドイツのオーケストラへもたびたび客演をしている。1950年5月にはかつて音楽監督を 勤めたケルン音楽大学での25周年記念の催しに招かれ、ギルテニヒ管弦楽団でアントン・ブルックナーの公共曲第3番を指揮した。1951年には、プラハの春音楽祭に東ドイツ代表として参加した他の指揮者には、カレル・アンチェル、バーツラフ・のイマン、バーツラフ・スメターチェクのほか、ポーランドのグジェゴシュ・フィテルベルク、スイスのヘルマン・シェルヘンなど、 1954年から1955年まで東ヨーロッパ各地やバルカン半島でも演奏活動を行っている。1956年にロベルトシューマン没500周年記念の放送番組のために録音を行った。同年5月下旬、イエーナに演奏旅行で滞在中に脳卒中に倒れ、一旦は手術により症候状態を保つが5月29日に 病院内の庭を散策中に再び倒れ、そのまま帰らぬ人となった。葬儀は6月2日に東ドイツにより国葬として行われた。アーベントロートのレパートリーとして今日録音によって知られているのは主にヘンデル、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、シューマン、ブルックナー。 ブラームスなどの公共局などで一般的にドイツの政党を受け継ぐ指揮者と受け止められているが、同時代の作品も積極的に取り上げている指揮者であり、レーガー、リハルト・シトラウスやヒンデミット、ブラウンフェルス、マリー・ピエロ、ゲルスター、バチェビチなども積極的に取り上げた。また、チャイコフスキーやショスタコービチなどロシアの作曲家の作品も指揮した。 楽譜の正確な再現を心がけた演奏から、楽譜の代弁者とも言われるが、ライブ録音などでは、しばしば豊かな感情表現に富んだ劇的な演奏を聴かせる。オペラもよく指揮しており、ヨハン・シュトラウス二世やモーツァルト、ベートーベン、バーグナー、ベルリ、ダルベール、プフィッツナーなども指揮した。文学を愛好する教養人であり、ゲーテやシラーの作品を好んだ。 ヘビースモーカーであり、朝から夜まで葉巻を口から離さなかった。ライプツヒでは、自宅から練習会場までの足に自転車を使い、庶民にも愛されていた。ケルン音楽院、ケルン音楽大学やライプツヒ音楽院、ゲンフェリックス・メンデルス・ゾーン・バルトルディ音楽、演劇大学ライプツヒ、フランツリスト音楽院、ゲンリスト・フェレンツ音楽学などで、カール・エルメンドルフ。 ヨーゼフ・デュンバルト、ギュンター・バント、ギュンター・ヘルビヒ、ボルフ・リーター・ハウジルトなど、多くの音楽家を指導している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。